なんでまたお前は日野さんにつきまとってんだよ。メスとして生きると決意したのはいいが、そもそも何をしていいか分からなくなっていた時に、あの人ってどういう人なの？ハモレスね。こいつをメスの手本にしようと決めたんだ。